たまた名張に来ました。今日も同じバスに乗ります。ああ、こっちにってこと。はい、なるほど。急騰に弱い。下りの方が怖いですけどね。ちょっと股関節やられそうですね。うん、そうです。股関節あたりですね。2.2キロ。うん、本当に。袋小路部分が。なるほど、こっちは左。本当にずっと杉杉ばかり。ね、稲むがらヶ岳そっくり。急になってきてるな。でもまだこれ先でしょ。これでも。まだ感じかしら。ほらこの辺でしょ。詰まってるだけか。全然だ。よし。小長岳の急登ぐらいありません？まあまあ。1.5キロ歩いたんや。それなりに急に見えますね。でもこれぐらいだったらまだ別に普通に大トレ歩いててもあるよ。うん、これぐらいだったら。この先が怖すぎるな。キノコ。黄色いね。ああ急になってきた。ほんと 1.2。 この伝わらない急騰感。これ頭おかしい傾斜やな。頭おかしい。全然画面では伝わらないこれ。おかしいんだよな。またお下見ても何にもわかんねえな。それなりに急ですよって伝える手段ないのかな。標高は上がっても 0.8 だそうで厳しい。やっともうちょっとでじゃあ移動線に出るはず。ね、だね。急登はとりあえず乗り切った。もうすぐ稜線。ちょっとだけ緩やかになった。ね、ひたすら黙々とって感じ。あ、来た来た。うん。骨が。骨に出た。2.1キロ、違う、2.4キロ歩いてきたのか。平地だったら30分ですもん。ゆっくり登ってどうでしょうね。2時間弱。ここからだと写真撮れないけど。すれ違う人が。綺麗やね。綺麗だな。杉のベールを抜けたわ。ハゲハゲの高原だ。ハゲハゲ。あそこだけ。まあね。ちらって映ってるな。左手側が黄色くてなんか綺麗だな。紅葉。綺麗かな。よいしょ。
とね登ってきましたが、よあと 0.2 キロ。ほう。ちょっとなんか荒れてる。ここ綺麗。いい感じです。もうちょっと晴れたらな。もっと綺麗に映りそう。の入り方がね。もうちょっと。今日はあまり食べてないのがびっくり。でも電車で羊羹食ってバスでパン食ってますよ。羊羹ちょっと。そうなん。駅まで歩いてんけ。歩いたけど、ね、階段登って。それがもう行動に入ってる。だいぶカロリーが消費してる。ところどころ黄色と赤が入ってすごい綺麗やな。あった。やっと着いた。おお。三角点。タッチ。木が生えてるから。ちょっとソニ高原見えてるけど。ちょっと見える。なんか森土みたいな感じする。森土。ロイダサミット。ああ綺麗。ここ南側何が起きてる？綺麗。綺麗。どっかでガクッとくっとなんか危ないでな。うん、かも。だってほらこれ見たら普通に崖になるよ、そのうち行ってたら。ここにもあった。なんか。あ、でも。なんか特売になら。うん。汁気少なめ派にちょっとなりつつある。あ、山だから。無駄に汁気を飲みすぎたくない時と。山のおやつ。かわいい。切り口だけどハサミマークになってるよ。持ってこない。ああ。それ何？何が入ってるそれ？シールって書いてある。これ諦めるわ。でもだいぶ粘ったよ。何味？何味って。とんでもねえ味してる。いちご風。いちごジャムとマーマレードとバターとなんかいろいろ蜂蜜とかいろいろ混ざってるやつ。いちごの香りする。ここから。兜方面。あ、ここなの。激下り。なんかも激下り、本当。ロープがないと怖い人は怖いかも。はい、怖い、本当にきついです。映るかな。これすごい綺麗。綺麗です。大阪峠。大阪じゃなくて峰坂だったんだ。あ、峰坂なんだ。大阪っぽく見える。大阪かと思ってました。大阪の席とかあれだよ。そうそうそう、あの大阪。大阪とか関所とかなんけど、大阪の席ってなんか。ああ。条件反射ですね。どっかあればいいんだけど。兜で開ける気がする。鎧岳の方はあんまり見えないですね。うん。から登り、あ、下山口あるんですね。で、こちらが山頂ですね。西条の滝と山頂、マウントカブトサミット、1.1 キロ。割と、割との急登じゃないですか、これ。これ、こうやっていくんだよな、この時に見たみたいに。いやー。風強っ。ね、こっちで。見てもこっちだ。これがなかったらそのままスーッて。うん、行きますね、これ。あえて置いてくれてそう。恐ろしい。ね、なんかまた木に赤い印がついてます。ピンクテープは何なんでしょうね。え、違う。そこじゃない？どうだ、せやな。ああ真ん中なんだ、本当に。面白いな。何かが群生してる場所があるんですよ。群生っていうか植物か。直通じゃないの。上の紅葉だけがご褒美。撮れてる？動画で撮るとちゃんと色が分かれて見える。そうみたい。 iPhone 10の限界じゃないですか。
おお、こんもりした山だっていうのがわかるな。綺麗だな。そうですね。あそこ。左側の方がやっぱり植林しやすいんだ。綺麗。笑う。大変な。私足短い族なんで。短い足族。がんば。なかなかっすね。これがとりあえずさっきの急登のご褒美。なんかやっぱ崖が見えるよね。そうですね。岩がむき出しになってる。見えてますね。うん、ここだ。また下り。そこからちょっと身を乗り出したら死ぬんだ。死ぬ。ようやく横浜ステラシをつけてる。これが崖か。まあこうやって笹のおかげでちょっと高度感を感じられずに済んでるけど。ね、笹生えてなかったらヒュンですよ、ヒュン。すごく綺麗ですが、わ、なんかすごい怖い気がしてきた。これは、わ、何これ？ちょっと待って、ここじゃない？これ。ね、大丈夫だけど、このロープ超えたらアウト。わ、すごっ。台風でも今回に大丈夫。そうですね。わあ、わ、綺麗。わ、ソニー高原も。見事。鎧も綺麗に見えてる。うわ、すごい。すごいこれ。すごすぎる。いやー。山並みが一望できる。これめちゃくちゃ怖いとこにいるんですけど。ここも。めっちゃ怖いんですけど、すぐ崖。あー怖い。気をつける。今までに経験したことない感じ。わ、うわー、すごっ。死んじゃう。生き残る可能性もあるけど、うん、落ち方によってはバウンドしてなんかひどい打ち方しそう。結局打撲裂傷で死にそう、ちょっとした絨毯だ。頬が焼き、これでやるんですね。すごい大きい。あってそう、見える、見える。なるほど。下るのきついな。探せばあんまり混んでないと思う。うん。とかよりも平野部に近いんで、もっとなんかガーッと開けた感じが見えるだろうなと思って。あ、これもしかして。いや、なかなかに強めの登りだったな。おお。南東方面に。まあもう高さだいぶ取りましたね。はい。カブトだけ山頂です。すごい綺麗。下山します。峰道下りです。広葉樹がすごい。ここ滑るから。え、そうなの。全部滑る。綺麗だよ、ここ。怖いけど。え、ね、あ、滑る滑る。怖い怖い。気をつけ。ロープ最悪使って。すごい急。鎧の方だってさ、あの東斜面の方は。おお。ああ。どうしたの？いや、こっち向いたら、ね、なかなか。
綺麗な感じに。そんな怖いとこなさそうです。お、へえ、ね、開けた。お、本当に岩。急に岩肌だ。景色は良い。でこれ横幅捨て 2.5 って全然なんか進んでないような気がするんですけど。結構さっき 3.4 だったでしょ。本当？でもカブトからまだ 0.5 しか離れてない。やめて。恐ろしいな。恐ろしいわ。急旬だったかも。行きます。進んでいいですか？はい、大丈夫です。なんか次に植林隊が戻ってきた。本当ですね。なんか苗たみたいなトーンやめて。体も保温できてきてるから、そろそろ手袋をする。ロープ初めて使った気がする。なんか図書ポイントっぽいとこに来ました。なんかあっちにも道が、これね。いや電線行ったら一応近道ですよ。どんな感じなんでしょうね。まあルート通り行きます。ルート通り行きましょう。これ安全登山。思ったより深かった。私がいや砂利かなと思った。いたとこが砂利。怪しい。まあ確かにちょっと怪しい感じ。車道に出るみたいですね。登山口。よし、これでもう危険なところがないでしょ。あ、落ち着いた。あるとしたら鹿が出てくるとか、その出る。突進してくるかもしれない。別に最後の最後で死ぬような危険は感じなかったけど、ドロドロ地獄。大技。今向いてる方がピーク。うん、今井山。登録はされてないけど、あ、ちょっと綺麗ですよ。おお、これはこれは何だ。綺麗。カブト。カブトですね。間違いなくカブト。近いからカブト。これは綺麗。ススキ。カブトが立派に見える。シャドウです。見たことないけど、なんか雰囲気が良い。雰囲気はいいな、こんな感じ。あ、今多分西向いてるな、日が。すごい。ここに横浜まで行くか、それとも太郎寺まで行く、歩くか。そうですね、時間はあるか。最上峰の滝。怖い。さあ、何かの展示が。すげえ遠目で見たら綺麗ないんやけど。美しい。岩壁がとんでもない迫力。伝わらないかもしれない。あと 1.7 キロ。あとは下山。ヘビがいそうな。ヘビ。さっきの滝も10月9月だったらいたかもね。うん、羽山と日本細、そして黒曽山、全部見えてます。長走りの滝です。確かに緩やかに流れてます。ここはソニ村今井です。本当にあそあれあれ登ったんだなっていうぐらい存在感すごいですもんね。これなんだこれ、赤いとこから緑に塗られて次裸になってる。トリコロールやん。ここまでじゃなかったよな。
あっちからね、うん、あっち側からだけど。あれ南進禁止だよ、注意じゃなくて禁止だと思う。本当ないよな。ないみたいですね。横はバス停到着です。コーラ買っといた方が良かったのに下山コーラで戻る今から戻りますか。散策してきた、どっかにあるかもしれないバス停じゃないの。